ラジオニュースの時間です。よっす。はい、ということで、まあ1個今回ね、はい、1個だったんで一応2つ一応重心化もあったんで、あ、そうだね、はい、そう、やっぱり1つ目、はい、ワクワクミン、はい、っていうアイテムが、はい、実装されますと、はい、1月25日火曜日の12時からでいいのかな、12時からだと思いますね、はい、まずはカワセミッションで、はい、うん、10人目と20人目、はい、で1つずつもらえると、まあ、そこで2つかな、2つ、はい、あとログインボーナスでしたっけ、はい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 、なんかで、3つ目が手に入るんで、うん、現状ワクワクミンの上限が、1人3つ手に入る、最大3個な、最大3個、はい、まあ、これからもなんか来そうですけどね、なんかのね、うん、イベントでね、でまあ、うん、なんだとこれが、はい、まずその説明をしていきましょう、うん、まず顔合わせボーナスの説明しておくと、うん、これねまだね、あの公式サイトとかに僕らが今撮影してる時に出てないんですけど、はいはい、おそらくリセットっすよね、すでに終わってる人もらえないってなったらもう最悪っすよね、うん、これね、なんで多分10人目から20人までいけるのかな、多分この見た感じだと20人までのリセットの顔合わせが入るんで、オーブも18個入るんじゃないかなと。またオーブもらえるのはでかいね、うん、1から9人目と11人目から19人目、うんうん、多分オーブなんじゃないかなと思ってるんで、うん、多分18個ぐらい入るのかな、プラスワクワクミンだからもうプラスしかないですよね、ない、いや、うん、今回パチプラスしかないよ、ね、うん、でワクワクミンの説明が、はい、ワクワクの実の等級を1段階成長できますよと、来たか、来ましたね、1級 M だったら1級 L、はい、で1級 L に使うと特級まで上がるらしいです、うん、なんで2級 L に使うと1級になるんじゃないですかね、うん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 、で特急 M から特急 L ってのもできるみたいです、うんうんうん、なんで特急 L の作り方が作ることができるのかな、うんうん、M からね、はい、まあ3個なんでね、別になんか超やっちゃったメンテとかそういうわけでもないかな、 L がたった3つ増えるぐらいなんで、そうね、うん、まあ、でも、うん、で嬉しいんだよねこれ、かなりすごいね、なんか、はい、なんだろう、うん、なんか、ね、ちょっとその成長っていう風にさしてきたかと思って、うん、俺も思いました、なんか意外じゃん、うん、そう、せめてその例えばワクワクの神殿を回ってて、うん、遊撃 M が出ました、それをその時点だったら成長できるとかあったわけなんだけど、あ、確かに今ついてるやつ成長ってなるとなんかまた違ってくるのかな、全然違うよね、うん、たまたまついちゃった M とかをねパッて置いといてそれ成長できるからかなりでかい、これは、いや、そうなんだよな、うん、ただねこの絵ね、すっげえ意見分かれる気がする、また、うん、神殿を自分回ってるって思ってる人は、はい、多分結構悔しいんじゃないですか、確かに、うん、例えばそのすごい僕の前の過去話になるんですけど、その龍馬の同族 L 厳選とかあるじゃないですか、うん、それを同撃 M 一発でなんかその L にできちゃうとか、うん、でも別に不利なことないから俺は嬉しいんだけどな、うん、かなり回ってる方だとは思うんですけど、でもね、うん、いや確かにそのね、めっちゃ厳選時間使った人からするとって感じなのかな、つけたい種類の実の M で止まったけど、うん、なんか L が出てで違う種類でちょっと妥協しちゃった人とか、ああ、はい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 、それでね、M 取っとけよかった、妥協しまくってる人とかは、うん、マジなんか複雑な思いが、確かにね、もしかしたらあるかもしれないし、うん、けど UM 蹴っちゃったよとかなるもんね、うん、まあでもさ、でもこれからまた M 出せばいいですからね、これからそうなんだよね、うん、それ考えると、うん、やばい、本当、うん、すごいなこれ、そうですね、で結構そのワクワクミン大切じゃないですか、もう3つしかないんで、大切大切、とりあえず3つはね、うん、使えばいいのかなっていうのをちょっと今考えたんで、うん、そのどういう風に自分が使うかっていうのをちょっと紹介しようかなと思っております。はい、まずボックスワクワクソートですね、ここで多分みんな決めると思うんですけど、うん、基本多分ほとんどの人がパンドラなんじゃないかなと思ってます、1個は、あ、うん、UL 着地してないと大抵遊撃 M ついてるんですよみんな、うん、あ、確かに、うん、なんで遊撃 M とか、まあ、即殺ついてる人もいるだろうし、その辺の M を L にするんじゃないかなっていう、ありそう、うん、なんで僕も同じなんですけど、うん、その辺をやっていくのかなと、うん、でまず1個基準に僕が置いてたのが、うん、重心化してないモンスターはつけない、うん、あのパンドラクラスとかそういうんだったらまた別ですけど、うん、例えばこれから重心化しそうなルシファーとか、うん、あと、まあ、ガブだったりとか、うん、あの辺の例えば、激襲過激 M とかを L にしちゃったりするじゃないですか、うん、でも砲撃となって捨て下がって完全友情特化の重心化したとするじゃないですか、うん、そうするとそれもったいないのかなっていう、ね、いいイメージがあるんで、これから期待できる重心化っていうのはあんまりつけない方がいいかもしれないな、わかんないのはね、そう、それこそ取っとくべきだよね、取っとくべきですね、もうその決めてるんだったらね、うん、だからまだその第一が、うん、これからのために取っとく、うん、で厳選してて その M が出たらつけるみたいな感じですね、うん、なんで、で2個目が好きなキャラ、はいはいはい、うん、本当に多分英雄の証しとくピロさんでいうそのヒエダクラマだったりとか、うん、その辺でやっぱつけたい意味あるじゃないですか、うん、
それの M につけるって感じかな。まあ、ここでそう自分も言うと、うん、多分あれだね、だからもう証を使ったモンスターに優先的にスタミナに自分多分使うんじゃないかなと思う。やっぱり僕もそうっすね。そこで結局 ねそう、うん、得意厳選してるわけだから、うん、M で止まってるやつがだってもうそれでね、うん、あるからで使うみたいなのはね大いにあるから、うん、で絶対に特 M から特 L 以外では使わない方がいいと思います。いやそうね、それ以外の人いるから、ね、いやあのまあ分かんないけど、ね、今遊撃特急ついててあ 20% を 22.5% にしようとかあるかもしれないじゃないですか。ちょっとなんで絶対あらかじめ、ね、そうだね、これ多分確かに、ね、うん、意外に強めにっていうかね、うん、間違っちゃう人いるかもしれないからね、うん、本当にあれみたいな気をつけてください。ね、あんま全然若組のこと知らなくて、うん、あ成長できんじゃん、じゃあ別にみたいな、なんか、うん、なんか M にしようみたいなとりあえず M にしようやばいとりあえず M にしようやばいっすけど、あった後に、うん、アイルにできんのみたいな、できるよだって結構さ、うん、特急エルできるわけないじゃんみたいな思い込みそうじゃん。そうそうそう、なんかあ最初ね知らないですね、そうそう知らなくて、さすがに特急エルは作れないでしょ、特急エルはだって落ちるやつでしょ、うん、みたいな都市伝説でしょみたいな、うん、そんなんがだってこんなんで成長できるわけないじゃんと思って、うん、ねえなんか1級、はいはいはい、1級 L から特急やったみたいな、うん、でも あるよね。いやありそうっすね、あるからね、ちょっとだからほんと、うん、絶対使わない方がいいよね、うん、使わない方がいいっすね、絶対 M から L M から L で使ってください。僕第一候補龍馬っすね。動撃 L がついてて、で激撃 M ついてるんですよ。いいね、なんでこれ激撃 M L になったら完成じゃん。4500アップでやばくないですか？もうこれすでにやばい龍馬なんですけど。4500アップやば、うん。過去にそのからこの厳選すごい頑張ったっていう龍馬のやっぱ思い出があるんで、この激撃 M ちょっと激撃 L に仕掛けたいなっていうんで。でも本当そう、でもそうね、うん、それで今止まってるやつが本当恩恵受けるのでかいよな、うん、本当。そう。こっから厳選したくなくないですか？いやわかる。だってで。で結局さ他のやつで埋もれちゃって、うん、ね、そう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 、龍馬の優先、ね、厳選の優先度が低くなった今、うん、すごいいいね確かに、で僕の基準がパンドラの遊撃 M とかもう厳選しづらいじゃないですか。例えば2つ身がついてて、うん、片方が速殺特急、うん、もう1個が遊撃 M だったら、うん、速殺も遊撃もどっちかの特急で出ればいいじゃないですか、うん、そこだったら OK なんですよ、うん、厳選すればいいんで、うん、ワクワク民使わなくても厳選すればいいだけなんでいいんですけど、こんな感じでもう両方 OK なんですよね。はい、でこいつに関してはもうあと激撃 L 以外いらないんで、確かに激こうなったらもう厳選したくないんですよね。したくない。そう、こういうのに助かる本当に。だってこれで L の激、うん、ねこれが出るって確かにな、まただってやりたくないステージが違うからもんね。そうこれで厳選して同族 L とかもう一回出たらもう発狂すよこれ。発狂だよ、同撃 L とかもう一回出たら、ね、確かに発狂するよ。全然量はね、うん、こういうことだよね。そうそう、こういうことだよね。こういうことっす本当に。であとこれこれも UL 激撃 L あるじゃないですか、うん、だから早めに M で終わらせたいっていうか、そうね、うん、よりもう完全なノンノンに近づけるじゃん。ますね。なんで僕今ちょっと第三候補までが龍馬、ノンノン、半蔵門。もう言っちゃ う, そう。あでもぐらい。それ辺がその辺はい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 。ただもう一個あって、ワクワク民で成長させた時にこのね身の隣にね、うん、ワクワク民のマークがつくっぽいんですよ。だから厳選してつけたか成長させてつけたかが見えちゃうんだよねここで。でノンノンやっぱ俺も大好きなんで、うん、なんかちょっともうちょっと頑張ってあげたいなっていうノンノンのために。いやいいんじゃない。はい。なんかね気にかないんですよ、許せないんですよね、いいんじゃないの。そういや全然そのどっちでつけても L には変わりないんで、 そんなこだわりは絶対持たない方がいいんですけど、でもなんかちょっとまあなるほど ねちょっとじゃあ使用回数ぐらいまで俺こだわりとか持つ人なんで、やっぱちょっとのんのちょっと自分で頑張ってあげたいな感がやっぱあるね。まあ出るかもしんないしね。そう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 、そういう時に限ってさ、うん、いやあるね、なんか、うん、ねえ、うん、若者組使ったちょっ、うんで行ったらすぐね、うん、同じ特 L 出るみたいな発狂だね。あったりするからねそれで本当に、うん、じゃあね、うん、じゃあなんで使ったのね、本当なある人もいると思う。それワクワク民ついた絶対ワクワク民ついた同撃 L とかをまた同撃 L でやったらワクワク民の消せ、確かに確かに消す厳選とかしたくないんだけどワーク消す厳選とか絶対したくないんだけどクスどうでもいい、ね、クスどうでもいいどっちも一緒だよ。どうでもいいけどまあね、うん、プライドがね神殿勢のね、うん、プライド僕全然神殿勢じゃない
ないけどね新年齢じゃないけどまあその飲むのだけは確かに飲むのだけはねちょっとねそこちゃんと頑張ってあげたいな、うん、もう龍馬どうでもいいからマークとか、うん、もうゲゲゲルもうプライドせてつけますそれ分かるんだねでも多分ね公式の発表してたやつが、うんまあ、多分ね新年齢のプライドを守ろうとしてるんですよ、はい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 、あれ厳選してないんで、うん、成長みたいなまあどっちでもいいっす、うん、そんなの、はい、なんでまあその辺つけようかなと思ってます、うん、でねちょっともう一個悩んだのが、うん、ナイチンゲールナイチンゲールうん同撃ゲールあるかなと思ってますただ、まあ、この子に関してはなんか使うとこピンポイントだったりするんで同撃ゲールもエルも、まあ、確かに、うん、使ってるイメージないでナイチンに関しては遊撃ゲールも受けられたりするんで、うん、あと激撃ゲールも受けれるかななんでまあ現状は放置になるのかもしれない、うん、どっちかというとこっちっすねあつけたもんねつけたで同撃ゲーム出ちゃったからちょっと、ね、いいじゃん、うん、そうあるんでだからアリスでもいいんだけどこれがさっき言ってた中心化したらどうなるかわからないやつ確かに、うん、これで完全友情特化したら同撃ゲール腐るんですよで結局遊撃ゲールつけに行くんでゲガヘリエルか同撃ゲールを外さなきゃいけないって感じになっちゃうんでまあでも証もう一個つくからいいんだけどね、うん、でも確かにそのワクワクミン使ったのを外したくないっていうのはあるね今後ねなんか、うん、しかもそれでね確かになその後にまた厳選し直すっていうのが最悪なんで、うん、それその気持ちになりそう、うん、ほんとなんかそこでなんか意固地になってなんか、ね、そうなんですよねだからしばらくなんか確かに難しいなそうしばらくその有効なやつにつけときたい感はある、うん、あとねここも悩んだちょっと本当にこれは全然厳選終わってないんですけど、うん、もうちょっと厳選して L1 個受けて速殺 M 取っとく、うんうん、ああはい、はい、もう一個の方に同撃 L とか完成の実がついたら、うん、速殺 M を L にしちゃっていいかなと、うんまあ、マルチ2番手なんてあんま俺全然やらないんだけど2人マルチのゲスト側だよね多分19段ってねだからそんなに使うってことないと思うけど、うん、まああるに越したことないかな、うんベートーベン強いしちょっとその辺も思ったのとあとねこれだこれ完成してるじゃないですかもうああいいじゃん照明流儀ゲームで照明流儀ゲームになったらさすがにちょっと周りに強い強いしんよ、うん、なんでだからねもうつけたやついっぱいいんすよ周りにだってしばらくこれで完成じゃんそうやっぱ大体止まってるね M で、うん、そう M で止まってるねやっぱ大体止まってるね、うん、でね確かにやっぱ厳選がキャラで追いついてないんで止めてんなそうずっとねこの辺で止まっちゃったりしてんだよねこれ悩むな、うん、であとまあ僕個人の話なんですけど遊撃がちょっとやっぱ相性悪いんですよ過去2体しか出したことなくて、うん、でほら遊撃つけたいやつに M ずっと止まってるじゃないですか例えばパンドラめっちゃおる遊撃 M で進化パンドラも遊撃 M でランスロックスも遊撃 M でこさっき言った周りも遊撃 M で最近出たキスキルも遊撃 M あキスキルもやはいなんでキスキルも UL 出たら熱いっすねでワルプルも遊撃 M でしょ、うん、でまあそれこそルシも遊撃 M だし、うん、やばいんですよ遊撃 M パラダイスなんですよ、まあ、クラマも遊撃 M だしこれ L にしてもいいしねでヒエルもでしょだから遊撃つけたやつを全部 M で厳選止めちゃってるってやつが多いんで、うん、その辺ちょっと使ってもいいのかなって思ってます ね、 いいねだパンドラさっき言ってた多いっていうよりは進化神化、うん、あの遊撃 L にしてもいいんですけど、うん、あの神化パンドラ俺使わないんで自陣で、うん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 、だから遊撃 L いらないなってなってやめましたで進化パンドラもこっちじゃないパンドラ進化の方が完成してるんで、うん、そっちずっと使うんで、うん、結局こいつ UL にしても使わないなっていうのでやめてますだからなんだかんださっき言ったやつとかになるのかな学び多すぎんだよなだからみんなそんな感じでつける気はしなくもないけど俺は迷うな、うんいや超迷いますよ、ね、これ英雄の書よりも迷うのなんか、うん、誰のやつを成長させようだってエール確定ですからねパンドラこっち使うしそうなんだよで自陣でパンドラ神化使うとき俺これ使うんですよ、うんうん、あの大抵周回で使ったりするん で、うん、で遊撃そうだよ、ねうん、エールよりメダルって最近なっちゃうことが多いんで、うん、なんだかんだねスコア稼ぎエールの方が使うんですよね、うん、なんでまあパンドラちょっと一回置いとこうかなっていう、うん、だから一番は証つけたノンの半蔵とかその辺のやつをやりたいけどノンノはちょっと自分で頑張ってあげたいっていうのがあるから、まあ、人それぞれなのかな確かになこれうんこれも完全に見栄だけでつけてるから激加速、うん、この加速外して同撃 M とかも前ついたんだけど、うん、それついてればね同撃 L だったね、 そうねこれ同撃 L ついたらやばくないですかやばいそうだからその辺もこれついてそうだなと思う、ねね、これ同撃 L ついたってゲージ前29000円ですよ、うん、あれワクワクミン使ったのをさらにまたワクワクミン使って成長ってできるのかな、うん、あ特急から特急 M にして、うん、M を L にするのはできないあできないんだうんであとこっちが分かんないあの例えば、うん、この学びが M だったとするじゃないですか、うん、それを L にした、うん、で遊撃も M だったとするじゃないですか、うん、それを L にすると、うん、多分見事だと思うんですよね
キャラに1回じゃなくてフレーム、うん、フレームっていうか枠ごと多分の可能性が高いと。枠ごとの可能性が高い。ただその同じ枠に2段階成長できないんだ。さすがに2段階成長できたら、うん、特急でいいんですもんね。だってね、そしたら、ね、ちょっと格闘とね、うん、超お気に入りのモンスターだったら行っちゃう可能性が、うん、まあないと、うん、だから特M とかだったらよ、まあ言えばこれ全部特M でもう全部一気に L にできる可能性はある、うん、まああると、うん、そう考えるとね、1キャラ成長させるだけだから、そういう人も多そう、うん、だからもう本当に普通になんか神殿を本当に心からちゃんと神殿ぜって言ってる人は多分あんま文句言ってないと思う、うん、でもだって何やっても厳選してるから、うん、やらない人はこれがあってもやんないから、うんうんね、これは嬉しいアップで今後も配ってくれるのかな。今後配ってくれるならね、ね、それなんだよ。でも、うん、見た目だけのエールは本当に捨てるべきになりますよね。そんなばらまかないと思うけどね、これ結構やばいじゃん、ね、今回の3つで反応見る気がしますけどね。ああなるほどね、うん、はいはいはい、なんだかんだみんないい思いするでしょ。だって悪い思いする人いないでしょ、ね、悪い思いする人いないよね、うん、3個つけれるんだから。これで怒る人いないし、確かにやばいやつそうだからそれねつけて確かに、うん、頑張りますと。この後ただあのマークを気にする人はいるかもね。ちょっとなんかそのやっぱ大切にしてるキャラってやっぱ思い入れがあるんですよ。確かにね、うん、だってピロさんもクラマーせっかく完成させた特L あるじゃないですか、うん、あれで片方になんか確かに草みたいなマークついたらちょっとなんか嫌じゃないですかねえ、はい、確かになんか、うん、あれみたいな、うん、だからノンノンだけは頑張ってあげたいんだ、ね、なんかね。確かにそれでもしかしたらね、確かになんかあるかもしれない。そこはあるね。ちょっとね、若君頑張りたいか。若君ね、まあでもいいよね、あのエル見たことないとか人もいるから、うん、これを機にね特L をゲットしてね、うん、特L ゲットしました。確かに 初特L がね、うん、若組の人とかもいるだろう、いるかもしれない、ね、あ、いやあるよね、全然あります、全然ありますよ、ね、だって出ないからやっぱ、まあ、言えばまだランクも低くて無課金でやってる人って言ったら、うん、1日神殿できる回数なんて数回ですからね、うん、てかでね、そういう人マジいい、うん、嬉しいよね。そしたら特M の数もね、かなり高くなってくるしね、うん、それ超いいよ、これを機にね、うん、いや確かに確かに、だからこれを機に神殿の楽しさを知ってくれる人が増えるのは嬉しい、ね、うん、まあ、でもあの自分で割った感もあの感動を交わってほしいですね。あ、確かにやっぱ、ね、バリーンっつってね、これでも確かにつけたらどうなるんだろうね、つけた時の演出とか。あ、ただどうなるんですかね、それ気になるよね。確かに、え、普通に変わりそうだけどね。え、マジいや、なんか確かに演出してほしい、なんかその波動みたいなのがバンバンバンって出て、こうなんかで、なんか成長して、うん、ポケモンの進化みたいなやつ。そうそうそう、だからそれがあってほしいな、うん、ね、確かに単純になるとちょっとね、うん、ちょっと楽しみですね。楽しみだね。一つ目は今若組がね、うん、はい、出たということで、二つ目、はい、バッハ重心化。バッハ重心化、まあフラパでね、もう前もって、はい、言われてましたけど、7月最後の重心化かな、うん、がですね、バッハ重心化で月曜日だっけ、月曜でございます。24だよね、うん、4の月曜日、火曜日じゃなくて月曜日の15時です、うん、3時実装みたいなんで、まあ待望のね、うん、待望の素材がきっと闇だったかな。なんで超強貫通拡散弾の EL5 があれ闇属性、うん、多分なんでこれ超いいんですよ、めっちゃいいんですよ、まあ、これのないけど、はい、でね、これでいいですか、キラー3つ一応この意味のあるこれキラーがついに決まりますよと、まあ、ちょっと話しておくと、うん、マフージと、マフージユニバキラーの、アンチョアープ光属性キラーなんですけど、うん、今までってガブとかみたいにその属性有利のないキラーってあれだったじゃないですか、属性有利かつキラーで何で強いかっていうと属性の 1.33 倍が乗るんですよね、うん、で 1.33 乗ってキラーの 1.5 が乗ったんで属性キラー強いんですけど、うん、バッハに関してはその種族キラーの方あるんで、うん、種族がキラーできてかつ光属性であると 1.33×1.5 じゃなくて 1.5 と 1.5 もらえるんで、うん、普通の属性キラーより火力が出せるんですよ、うん、これね強いですよバッハこれ対その種族と光属性だったら強いんじゃないかなと思ってます。うん、凪ゼロで本当ちょっと無双してほしいなって感じだけどね、まあ欧米ほどいかなそうだけど、うん、あとちょっとね SS なんだよね、バウンド貫通弾、うん、貫通だから普段のあれよりはいい、そうあのロイゼとか、うん、スサノハよりかはあいい、ニルバーナと一緒っすもんね、そうだね、そうだから使い勝手はいいけどちょっとなんかあれですよね、ステータス次第かなとは、うん、でも高くなりそうだけど、ね、イラスト見る限りはもともと別に、うん、神っぽさありますね、うん、HP 以外はどっちも低くないよね、うん、そうですね、かもえてかなんなら高いっすね、うん、ステもともとこれだって3万いくでしょ、5、6、うん、スピードも別にね、うん、こんぐらい文句ないし、うん、バッハね普通にいいっす、もう一個の方もね普通に強いですよ。でもなんかあそうね、まあバッハでことで言えば、うん、でも
これまでなんかさ、やっぱネタ枠としてなんかあったのが、うん、なんかこういう感じの重心 が来てなんかちょっとね、うん、微妙になっちゃった感がなくもないっていうのが寂しいかなって、まあ確かにね、もうネタにされることはちょっとなくなってきた感もありますよね、うん、なんかネタ重心化で振り切ってほしかった、うん、確かに超強そういうのもそうそう超絶方面超絶なんか、うん、そういうのでも、うん、そろそろ重心化もさ、うん、もういっぱい来てる遊び心来るからそう遊び心を重心化にもう入れていいんじゃないかなってね、うん、いやこれでもバッハ超弱くされたらだいぶいくると思いますバッハに重心化が出るバッハはいいんじゃない、うん、みんなバッハは許してくれるかああバッハだねってなる、うん、あ高いからね今回中途半端なんだよねなんかうんあでも多分 ね普通に強キャラに返り咲いたんじゃないかなぐらいのあれだと思うんですけど、うんうん、そうだから使うところをどこにあるかって言われたら、うん、そこまで超ピンポイントでヒットするところはまだないかなってイメージはありますけどショットガンもだもんねバラージンしてくれればよかったのに、ねまあ、キラーが増えたから、うん、普通に使い勝手は良かったと火力は上がったしね、うん、ただまあアンチワープはこれまでとそんなに変わんないからそうなんですよ ね, ちょっとねあとまあエデン使ってみたいなと思うはい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 まあ、でもそんな変わんないっていうかそんな変わんないっていうか使えないと思うんですけどそんなにめっちゃ、うんうん、ちょっと面白いかもねっていうのは、うんまあ、これもなんか実装してみて使ってみないと分かんないし、うん、捨て次第なところもありますからね、うん、結局アタッカーキャラなんでまあそれを待ちましょう、うん、バッハはでも今後ハマるクエストを作りやすそうだね作りやすそうですねキラーがこんだけあれば、うん、光で来そうだし、うん、ピンポイントできたらもう勝ちですね、うん、ボスユニバザコ魔族とかね大概だってそうだし、うん、ザコに多いんだよね魔族魔人ユニバ、うん、ダメージオールとか最近出してくるしはいはいな感じですマッシュニュースサブチャンネルあそうだ、はい、正式に長時間配信を見てない方もいらっしゃると思うんで、はい、言っとくとサブチャンネルの解説が決定いたしましたありがとうございますで、まあ、来週かなこの動画が出た次の週あたりまでには、解説日の発表かもしくは、はいはいはいまあ、早送りでやって、解説っていう段階にまで踏み出てるかもしれないんですけど、はいはい、そのあたりではサブチャンネルについての連絡があると思います、はい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 、なんでもしよかったらそこでねよろしくお願いしますで来週の月火水どっかで、その、まあ、サブチャンネルこれは個人ごとになるんですけど、うん、サブチャンネルの解説プラスゲームイズ SNS のフォロワーが10万人突破しましたんで、うんその感謝を込めて一応アニメライブかなんかをやろうかなと思います、はい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 、はいラビロさんがちょっとねそうあれなんですよ、ね月だから来週の月火水ちょっと僕ねお休みいただいてるんで、ね、夏のお休みなんで、ちょっとねまたマッハ受信画とかも使ってみたら送れるかもしれないかったりね、最悪僕がやったりするかもしれないですけどそのあたりでなんか唐突にライブとか始めるかもしれないんで、はい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 、もしよかったらねいらしていただけると嬉しいです。まあ一部にしか需要はないんですけどよろしくお願いします、うん、お願いしますはい、ぐらいかな。あとはなんか最近モンストのイベントとかもないしな。ねフラパーだって終わったばっかで、うん、ないっす。ないね。イザナミ会があるぐらい。そうだ明日イザナミ会が来るぐらいで、うん、他はないっすね。ないね、うん、最近アイスとかも食べてないから。アイス結局食ってないんですね。そう、もう時期が時期だからアイスめっちゃ食いそうっすけど、うん、でももうなんか家で食べることはできないくらい外が暑くなってるから、買ってすぐ食べたりはねたまにしてるけど、あのガツンとシリーズのねみかんとかなんか桃とかね美味しかったね。桃とかあとなんかガツンとみかん結構物申したいんですけど、前四角かったじゃないですか。これ今ダメですよね。ちっちゃいですよね。こういう感じ。そう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 、俺も四角がいいんですけど。あれマジ、あれ大きかったじゃないですか。めっちゃあれでも食べやすくない？あれはあっちはでもあっちですげー食べやすくてすごいいいんですけど。四角か。俺四角のてかなんていう大きさ、うん？大きさがあっちでは良かったですね。小さくなったのかな。小さくなってますね確実に。マジ？でもなんか、うん、熱い感じするけどね、うん。でもあれもあれであれですよね。牛の舌みたいな。的確。はい。なんでぜひ近くにあったら買ってみて。ぜひ、ね。またおすすめの棒アイスがね。うん。棒アイスでおすすめあったら教えてください。リプください。はい、よろしくお願いします。というわけでまあまあ、はい、ワクワクみんね、ほんとワクワク、まあ、賛否両論あると思いますけど、そうそうワクワクみんみんしてますって人は、はい、ちゃんとよくよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとゲームズ SNS もやってますし、はい、ツイッターも、ね、やってますので、よろしくお願いします。今回もゲームズ RPG スタジオ4からお送りしましたナイトルでした。シロでした。おはようございます。ありがとうございました。